皆さん知っていますか？とんでもない情報が今世に出てしまっています。いやもう2日連続が、あ、やっちゃうやっちゃうやっちゃう、やばい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 、やばすぎる。ビブルカード、はい、まあ、ということでですね、こちら公式のワンピース図鑑というわけで、まあ、こういう感じで出ているわけなんですけども、今回もうやばかった。これどれぐらいやばいかっていうのを一言で言うと、まあ、前回がこちらですよね、このバギーの時に撮ったわけなんですけど、この時に今後もしかしたらクロスギルドにペローナとモリアが入るかもねと、まあ、そういったことが描かれていた、まあ、情報なわけなんですけど、今回もですね、それに匹敵する、いや、それ以上のとんでもない情報が来てしまったんじゃないかなと。まあ、具体的には僕もコビー VS ルフィ、ここがある種の頂上決戦になる可能性すらあると思うんですよね。でコビーがこのライバルとして、まあ、正式に認められたんじゃないのかっていうぐらいの情報が今回ありまして、でさらに赤犬、この赤犬のこの弱みみたいなところもまた判明したのかなと。で懸賞金がまた続々判明したり、悪魔の実が判明したりとね、今回のこのビブルカードマジでエグすぎるんすよね。まあ、でね、この辺の話をね、まあ、今日はしていこうと思うわけなんですけど、まあ、まずですね、まずコビーなわけなんですよ。コビー、はい、まあ、コビーですけど期待に応えますというところでね、海軍の英雄らしくかっこいいなーっていうところがあるんですが、今回コビーの出身地っていうのが新たに分かったんですよね。それがサーツルゾ王国。まあ、一見ね、まあ、小田先生、まあ、よくね、ビブルカードの後ろの方を見たらわかりますけども、結構安直な名前を付けたりもするんですよね。で、こちらロビンの里親なんですけども、まあ、本当の自分の子供のように優しく接していたんですけども、懸賞金首と知って世界政府に差し出そうとしたところを、まあ、ロビンに逃げられたというキャラクターなんですけど、まあ、だからこそそのまま逃げられたっていう名前を付けているんですよね。まあ、この辺がすごい安直に付けるから、まあ、今回のこのコビーのサー・ツルゾ王国もなんか釣りと関係してるんじゃないのって思ったんですよ。そしたらですね、実はとんでもないことが分かったんですよね。皆さんはこんな噂、都市伝説聞いたことあるでしょうか？ワンピースのラスボスのヒントっていうのは1話に書かれていると。まあ、実際、まあ、オロクの物語で、まあ、この1話にラスボスが出てくる、魔王が出てくるってのはよくあるじゃないですか。じゃあ、王道漫画のこのジャンプ、それからもうその看板のワンピースに、そういった仕掛けが私もおかしくないですよね。で、僕、今回見たのが、このコマなんですよ。そう、1巻1話、ルフィが魚を買いに行くコマなんですよね。まあ、つまり、これが、コビーのサー・ツルゾ王国と関わってくるんじゃないのかなと。つまり、ルフィは、まあ、最後、コビーに釣られる形で戦うことを示しているのではと、そういったね、まあ、ことを思ったんですよ。でこれツルゾ王国だけじゃなくてサーがついてることが重要で、実際ワンピースの世界クロコダイルもサークロコダイルって言いますよね。こういう風に、まあ、ルフィのすでに敵になったやつがこのサーがついているっていうこともあることから、このサーがついていることでコビー大佐っていうこともありますけども、まあ、海軍将校を目指していて大将に時期なる男でしょうコビーはと、海軍の未来なんでね、まあ、そういったそういったことを思うと、彼がやはりルフィの最後に立ちはだかるラスボスなんじゃないのかなと、そういうことを思ったんですよ。まあ、でもこれ聞いてもね、皆さんいやいやそれは深読みしすぎやろと思うかもしれないんですけど、まあ、実はこのコビーに関してはめちゃめちゃ要素が揃いすぎてるんですよね。まあ、実際今回のビブルカードでもいろんな情報が書かれているわけなんですけども、まずコビーに関して注目してほしいのはこれ6式なんですよ。でそこで注目したいのがこちらのコマ、ここなんですけども、これ37巻の時に実はですね、ロブルッチが六式に対してこういう風に言っているんですよね。無駄に耐えるな、俺たちは人体を超える技を体得している、長い訓練を重ね人体を武器に匹敵させる武術六式、これを極めた一人の強度は100人力に値すると。つまりコビーはサイファーポールの秘術を全てマスターしているんですよね。実際 CP9 に昇格したネロは4式しか覚えてなかったんですよ。まあ、つまり6式使いには歯も立たなかったわけなんですけども、2年前の、まあ、ロブルッチたちよりも、まあ、はるかに強いレベルでこの6式が使えるということで、やはり相当な成長をしているということが見えるんですよね。またルッチはこの6式のことをこうも言い換えていて、政府のために命を使う覚悟と人体の限界
界を超えるための訓練を受けてきた。そして得た力が6つの超人的大義、6式、高々一海賊団のお前たちとの桁違いの戦闘力の差がよく身に染みたはずだということを発言していた。クソかっこいいところがあるわけなんですけども、その6式をコビーはしっかりと修行した上でマスターしていると。つまり彼はもう CP9 をはるかに超えるレベル、つまりサイファーポール0クラスに強くなっている可能性すら全然あるなと。これはアルビダのところで海賊見習いというか雑用をしていたあの頃のコビーから見ると考えられないぐらい成長しているわけなんですよ。でそこで今回のこの話が生きてくるんですよね。やっぱりこの軍艦バックの話、実直なる拳を鍛え続けたわけなんですよ。そしてそれはただただ力なき者たちを救い続けるためだけに使っていると。ここがコビーのかっこいいところ、それが詰まってるんですよね。でさらに実はこのビブルカードつながりで、これ以前発売されたコビーのビブルカードなんですけど、ここを読み返してみると改めてとんでもない情報を書かれてるんですよね。いいですか、これよく聞いてほしいんですけど、このビブルカードとビブルカードが引き合わせることでコビーの真実というのが見えてくるんですよね。というのもこちら、このイラストのところをよく見ると、これ初期設定なんで、全然違うことが書かれているキャラクターとかも多いんですよ。例えば今回シツーシーとかやったら猫の能力になっているとかね、ルッチとかやったら僕たちが見たことないようなこの姿をしているみたいなこともあったわけなんですけど、コビーは初期からめちゃめちゃこの原作に出てきた通りで描かれていると。つまり設定が作り込まれているキャラクターだからブレなかったっていうところなんですよね。で実際麦わらの一味ってそういう傾向が多いんですよ。やっぱ後に活躍するキャラクターなんで、最初から設定がしっかり作り込まれていて、それがそのまま反映されると。なんでワンピースのこの前身になる読み切りロマンスドーンでルフィ、ガープ、ナミの前身のキャラクターが出てくるわけなんですけども、それは結構そのまんまの設定とかそのまんまのキャラクターデザインで使われてるんですよね。じゃあコビー、これもまたそのキャラクターのうちの一つやろうと。しかし、読み切りで使ったキャラクターじゃないんですよね。本編を書くときにわざわざ小田先生が設定して作ったキャラクターやと。で、ここでもビブルカードでわざわざギャラリーメモっていうのがあるんですけど、そこで書かれているのが、キャラクターがほぼ完成されていたのか、本編との違いが少ない印象だということがわざわざ書かれてるんですよ。つまり、先ほどの一巻一話にラスボスのヒントがあるという噂を鑑みると、これは、コビー。やっぱりルフィの前に最後立ちはだかるんじゃないのかなと。で実際今後のワンピース争奪戦に関わってくるというこちら時代のうねりのまでですね、今回110巻出ましたけど、そこの最終話ですよ。ワンピースを手に入れた者にの中のワンピース争奪戦のメンバーが描かれてるんじゃないのかというコマにもコビーはしっかり映っております。で実際ガープからは海軍の未来とまで言われております。お前ら誰をさらったか分かっとるんか、コビーは海軍の未来っていうことを話しておりますと。でその上で1122話でベガパンクの放送を受けてコビーはあなたの夢を阻止しなくちゃという宣誓までしているんですよね。これはつまりルフィの前にラフテルで最後立ちはだかる、それがコビーなんじゃないかと。だからもうギアフィフス2巻になったルフィとオレスティインパクトを放つコビーがここでバチバチに戦う、そういったことがありえるんじゃないのかなっていうのを思いました。でちょっと妄想なんですけど、こういった感じのバトルになるのかなっていうのは想像するところですね。CP9 のこのルッチ戦をオマージュしてるっていうのも熱いかなっていうのがあったらいいなと思いました。拳と拳のこのぶつかり合いというのがすごいいいなと思いましたね。コビー、ルフィを何で倒すか、拳で。はい。でね、このコビーなんですけど、あとはコビーをイメージする花っていうのが紫爪草とかが書かれてるんですが、これは、実直勤勉というので、しっかりとコビーらしさを表してるなと。で、あとは、ソードに入った時期がやっぱこの2年の間なんやなっていうことが改めて分かりましたね。はい。ということでコビーだけでもこんなに熱かったわけなんですけども、次ね、海軍つながりで言うと、赤犬の話をちょっとしたいなと思うんですよね。それが今回ヒバリが書かれたわけなんですけど、赤犬とヒバリって実はこんな噂があるんですよ。その噂っていうのが赤犬の娘なんじゃないのかと。ありえるんかなと思うんですよ。赤犬からこんな可愛い子生まれると。でもね、これ結構ありえるんじゃないかなと。実際、登場した時、ヒバリというと、うちからもお願いですけーのーという、めちゃめちゃ可愛い広島弁で出てきまして、で、ヒバリ海軍本部中佐という紹介がされましたと。で、巷でも、杯のこのタトゥーが、剣が入ってると、これはソードに娘がいることを表してるんじゃないかとか、あとはこのダウンローズセレモニーですよね。はい、こちらのこの胸にあるバラ、これは結婚していることを大事にしている、すごい大切な思い出をここにね、常に秘めてるんじゃないのかとか、そういうところで言われてますと。だとして
したらちょっとひどいなと思っちゃうんですけど、まあ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 、絶対ソードとか嫌いそうだよ、ソード入れてんのもどうやねんと思うんやけど、まあでもそういうことが言われてるし、実際僕が思うのは、もし本当にひばりが赤犬の娘だとするなら、赤犬に対してめっちゃこの反対のポジションを置いている、まあ、正反対のような正義を掲げているっていうのも注目ポイントやと思うんですよ。赤犬は徹底した正義で、まあ歯向かうものならまあ殺すということをためらわない男なんですが、ひばりちゃんはどっちかっていうと殺さず、まあ剣士みたいですよね、殺さずの誓いを立てているわけじゃないんですけど、まあこの GP フラワーを使って相手を無力化したりだとか、まあそういったことを考えてるんですよね。でまた頂上戦争の時、杯赤犬はコビーを殺そうとしましたけども、ひばりちゃんはコビーに助けられたっていうね、まあ、今回書いてるんですけども、今回はねビブルカード読んでほしいんですけど、まあそこでコビーを敬愛するようになったっていうことで、初期設定ではコビー様と呼ぶ構想すらあったそうなんですよね。まあということは、杯を殺そうとしたコビーとその反対にコビーを敬愛するひばりというところでも、まあ、対極になってるなって考えると、赤犬との関係というのは気になってくるなと。であとは赤犬とドラゴン、まあこれ同期っていうことも言われておりますけども、二人とも、まあ、息子娘がいるということで、ドラゴンはルフィのことを自分の弱点やっていうことを言っておりましたけども、赤犬もこのひばりが弱点になるみたいな展開があるんじゃないのかなと。で、まあ、やっぱワンピース、まあ、どんだけねこいつ鬱陶しいわーみたいなね、まあ、キャラクターがいるじゃないですか。まあ、シーザーとかで最初出てきた時最悪の存在やなと思いましたけど、まあ、回が進むにつれて、まあ、意外と、まあ、科学者としては頑張ってた面があって、ベガパンクのせいでちょっと歪んじゃったんかなとか、まあ、ジャッジとかもそうですよね。まあ、サンジのことをよくもこんなボロクソにと思うけど、まあ、自分のこのジェルマ王国を復興させたい、復活させたいっていうね、この思いからこんなに頑張ってるんや。であとはこの空との関係性ってひどいやんって思うかもしれないけど、これも夢のためなんやとかね、まあ、ちょっとね、まあ、憎みきれないみたいなところもやっぱあるわけじゃないですか。じゃあ赤犬、じゃあひばりが普通に、まあ、この娘としていて、で、まあ、娘にめちゃめちゃ反抗されているパパでも赤犬は大好きみたいなのやったら、なんかまた一つね、まあ、共感しちゃうと思うんですよね。そういったことで、なんかこの赤犬というキャラクターも、あ、やっぱこの海軍でね、まあ、市民から見たらいいやつじゃないですか。で、僕たちから見たら、まあ、ちょっとね、エースの仇と思っちゃうんですけども、あ、でもやっぱり、ま、仕事を全うしてるだけの普通のパパなんやな、みたいな面も見えちゃうんじゃないのかな、と思うんですよ。まあ、という話があったんですけど、僕もちょっとま、そうやったらいいなと思いつつ、確信たる根拠がねえなと思ってたんですけど、今回のビブルカードで、まあ、実はですね、出身、ひばりの出身が書かれておりまして、それがノースブルーやったんですよね。これ、杯と一緒なんですよ。これやっぱり確定なんかなっていう感じもしますよね。続いてね、まあ、どんどん行きたいんですけど、まあ、懸賞金と、まあ、正義がどんどん判明したなーっていうところがあるんですけど、まあ、まず、コビーは、5億ベリー。まあ、これはね、もう、最初から言われておりましたと。ヘルメッポ、これクロスギルドで1億ベリーということが分かって、で、ヒバリちゃんが2億ベリーで、プリンスブルスが5億ベリー、クジャクが5億ベリーということで、まあ、ソードの面々がやっぱり意外と強いぞということを思いましたね。海軍の英雄と言われているコビーと並んでいるということで、この二人の実力というのも実際強いんやろうなと。で、あとプリンスグルスが本当の王子じゃないっていうのは、まあ、ちょっと意外でしたね。まあ、これ SBS で触れられてたんですけど、で、まあ、ガープ30億、そして正義が俺の正義ということで、なるほど、そうきたか感じですよね。どういう形で来るんだろうなってのは、ガープは意外と分かんなくて、愛ある正義とか、なんかそういった感じなのかなと思ってたら、まあ、結局、やっぱモンキー系やからというか、まあ自分をめちゃめちゃ貫くんが正義なんやなっていうのが改めて分かってちょっと面白かったですね。で、キザルも対象なんで30億ベリーというところです。で、今回この懸賞金絡みで面白かったのは、やっぱクザンなんですよね。クザン、やっぱり海軍を、まあ、辞めて黒ひげ海賊団の10番船船長として出てきたんで、まあここで、まあ、懸賞金が描かれているんですけど、それが海軍本部審議中となってるんですよ。つまり、クザンの危険度を測り損ねてるのかなと思うんですけど、僕これ違うと思ってて、というのも、黒ひげって以前の懸賞金が22億4760万ベリーなんですけど、今39億9600万ベリーになったんですが、この間の期間ってほぼないって言われてるんですよね。そのワンピースの中の時間軸で。まあ、実際、まあ、多分ほんと数週間から数ヶ月ぐらいの出来事やと思うんですけど、まあ、それでも上がっちゃったって
ていうことがあるんですよ。まあ、つまり海軍本部の懸賞金を決める機関が今回審議しているってことが新たに分かったんですけど、その審議が九段はあまりにも長すぎるってことがあるんですよね。九段自身も己のこの正義を全うしているのと黒ひげと利害が一致しているからまあ行動してるんですよね。まあ、つまりそれを海軍側に知っている奴がいるから審議中にせざるを得ないんじゃないかなと。九段の懸賞金を上げればその懸賞金を目当てに狙われちゃう可能性があると。まあ、いくら四皇の一角とはゆえと。そうなると都合が悪いと思う人が海軍の中にいるからあえて懸賞金を設けるのを長引かしているんじゃないかなと。ここを審議中にする意味はないなと思ったんですよね。九段が海軍を辞めたのって2年前の出来事なん でそこから1年前にはティーチの勧誘を受けたっていうことが分かっているんで、このビブルカード上でもね。なんで1年以上懸賞金をつけないっていうのはありえないと思うんですよ。じゃあやっぱある種、まあ、スパイってわけじゃないですけどプラソンのようにまあ、ドフラミンゴファミリーに潜入していたと、まあ、そういった形で黒ひげのところには何かしらの任務で潜入しているんじゃないかと、まあ、もしかしたらソードなんじゃないのかってこともまあ思いますね。まあ、ただね、まあ、ドレイクが懸賞金ついていたっていうこともあると思うんで、まあ、いずれねこのクザンの懸賞金が判明する回ってのは来るとは思います。であとね他にも懸賞金が分かったキャラクターがいまして、まあ、それがジニーと、まあ、戦闘丸ですね。はい、戦闘丸がゴークベリーということがまあ言われておりまして、まあ、こちらもコビーと同格の評価ですね。でジニーは革命軍隊長時に1億9000万ベリーあったということなんで、まあ、革命軍のね、まあ、隊長といってもやはりこれぐらいの金額は最低つくのかなっていうのが、まあ、改めて思いましたね。はい、まあ、でもやっぱ懸賞金が分かるっていうのは結構熱いっすね。で、まあ、ここに来てね、まあ、出身地も、面白い奴らっていうのが、まあ、結構いまして、まあ、例えば、黒ひげ。黒ひげはですね、グランドラインシェード校というところで生まれてるんですけど、まあ、シェードというと、まあ、やはり、日よけや太陽の当たらないっていうところなんで、黒ひげらしいなと。まあ、やっぱ闇というところをすごい大事にしているんやなっていうことは思いました。で、まあ、同じくまた、クザンなんですけど、クザンも、このサウスブルー、ベスパ王国領ってことが書かれているんですけど、実はこれ、ベスパって、まあ、バイクのメーカーとかでもあったりするんですけど、まあ、スズメバチの胃っていうところがあるんですよね。で、まあ、クザンとスズメバチってなんかあんまり一致せえへんなとは思ったんですけど、実はこのスズメバチって特に日本のオオスズメバチとかってめちゃめちゃ強いらしくて、なんか外国に行ってもその現地の蜂を駆逐しちゃうような存在らしいんですよね。まあ、つまりこれはある意味黒毛海賊団を壊滅させる、まあ、針を持ってるよみたいなことが、まあ、ある種込められてるのかもなとは思いました。で、まあ、続いてジニーなんですけども、こちらがグランドラインポルコ王国ということなんですけど、このポルコがイタリア語で豚とか不潔なっていう意味があるんですよね。まあ、なんで本当に、まあ、ひどいところから生まれたっていうところですよね。まあ、元奴隷としてね、まあ、やっぱ出てきているというところがあるんで。で、まあ、あと戦闘丸なんですけども、戦闘丸がこれ生まれたのがグランドライン金時山というところね。はい、めちゃめちゃ漢字のこの地名があるということで、まあ、実際ね、まあ、かの国とかにもしかしたらあるかもしれないんですけども、まあ、和の国以外にもこういった和名の島があるというのは意外と重要な情報なのかもなと思いますし、僕たちの世界にある童話、まあ、これがワンピースに関わっているんじゃないのかっていうのはやっぱ改めて思いますよね。で、まあ、ここまでの情報盛りだくさんですごいなと思うわけなんですけど、まあ、個人的に、ま、ちょっと面白かったなというか、まあ、これもしかしたら修正入るかもっていうのを見つけちゃったんですよ。それが、釈迦。これ気になるでしょ。釈迦にもしかしたら修正入るかもなって思った点があって、この、好物なんですけど、父がゆっていうのが書かれてるんですよね。まあ、これもしかしたら、まあ、読み方が修正入るかもなっていうのがあって、これ父がゆって、なんやねんと、もしかしたらなんかエッチなとんでもないもんなんちゃうんかって思ったかもしれないんですけど、まあ、これね僕小池さんで都市伝説のチャンネルやってるんでよくねこのお釈迦さんとか調べるんですけど、これ本物のこの釈迦とすごい関係してて、これ釈迦が苦行をしても悟りがまあ得られないとまあ分かった時があるんですよね。で、まあ、やっぱ苦行をしてたんでそれでまあすごいダメージを負っていたと。だからいきなりその性のあるものを食えないっていうところなんで、なんかお粥とかを食わないといけないなみたいな瞬間があったらしくて、でまあその村娘からこの父がゆ、まあキールって言われてるんですけど、このキールでこの体力を戻して、でその後、まあ、瞑想によって悟りを開けたっていう話があるんで、まあ多分、まあ、そこをもとにこの釈迦っていうのは
っぱこのお釈迦様から、まあ、取られてるということなんで、この鉱物もわざわざ違うようにしているんじゃないのかなっていうことを思いましたね。はい。でですね、まあ、個人的に、まあ、もう一個おもろいなと思ったのは、30歳、見た目っていうところですね。どういうことなんと。誕生は2年前って書かれてるのに、この見た目があるって何なんっていうのは、まあ、ちょっと思いましたね。はい。まあね、このリリスのディアブラフォーステーキとかをね、まあ、今後またサンジがいるんで食えるんやろうなとかで、そこでまた可愛い反応するんやろうなとかも楽しみなんですけど、まあ、エジソンの18歳の見た目とかはわけわからんなって思うし、ただし基本食事はヨーク任せって書かれてる、あのサテライトと書かれてないサテライトがいるのは、まあ、面白いなってのがあったんで、やっぱこのサテライトの、まあ、この個性っていうのは、まあ、すごい大事に設計されてるんやなってのは、まあ、改めて感じましたね。まあ、でもこの見た目エジソン18歳とピタゴラス26歳っていうのはマジでわかんないですね。これも独特すぎる感覚やろっていうのは思いました。はい。で、まあ、あとはね、新しく今回出た、まあ、悪魔の実として、まあ、このシトゥーシーなんですけども、コウモリ系の能力なんじゃないのかっていう話はずっと出ておりましたけど、まあ、それが今回改めて判明したということなんですよね。まあ、バットバットの実やと。で、俺これ、もしかしたら、こうかもなっていうことを思いついたんですよ。まあ、それが、皆さん、パトリック・レッドフィールドって知ってます？これ、ワンピース・アンリミテッド・ワールド・レッドというゲームに出てくるキャラクターなわけなんですけど、実は尾田先生がわざわざ書き下ろしてるキャラクターなんですよね。で、その悪魔の実がゾーン系幻獣種バットバットの実モデルヴァンパイアなわけなんですよね。まあ、つまり、今回のこのシトゥーシーの能力と非常に近しい能力がすでに描かれているわけなんですよ。で、シトゥーシーはやっぱ能力発動時にはコウモリのような羽が生えているがということが今回言われているわけなんですけども、これ俺ベガパンクが再現した能力なんじゃないのかっていうことを思うんですよね。まあ、というのもこのパトリック・レッドフィールド、もともとインペルダウンレベル6にいた囚人なわけなんですよ。まあ、つまり彼の血統因子とかを取っていたら、このバットバットの実を再現することができるんじゃないのかなと。まあ、だからこそこのシトゥーシーっていうのはこのクローンという設定があるんで、能力すらもベガパンクが決めて、ある種セラフィムの前身的な存在として試して作ったのがこのシトゥーシーなんじゃないのかなっていう気はしました。なんで非常に似た能力なんですが、シトゥーシーがこうやってバットバットの実を使えるというのは、もしかしたらこれは本当の悪魔の実をクローンが食べたわけじゃなくて、ベガパンクから与えられたんじゃないのかなっていう感じはしましたね。で、まあ、シトゥーシー自身、やっぱりずっと年齢が不詳ということが言われていたんで、まあ、実際ね、まあ、この36年前ということが言われておりますけども、まあ、ある種、その自分の年齢か肉体年齢の若さを、まあ、この吸血鬼の能力で、まあ、若返らせ続けることができるんじゃないのかなと。まあ、この辺はね、パトリック・レッドフィールド、非常に近しい能力やなってことは思いますし、まあ、今後、またシトゥーシーっていうのは出てくるキャラクターやと思うんで、まあ、その時にこのゲームをやっていた人が、うおーってなるような展開が来たら、また熱いなってことは思いますね。で、まあもうね、もういろいろ話したんですけども、本当にね、まあもう情報漏れたくさんでもね、もう話し足りないって感じなんですけど、最後に一個だけいいですか。もうこれ絶対話したやつがあって、それが、活動。え？お前、絶対小原の学者の話するやろと思ったでしょ。あの、ぶっしりとかね。いやもう、久々にこのぶっしりとかの名前出てきたのね、めちゃめちゃテンション上がりました。ロシュとかね、グラムとかね。はい、これ昔、神木さんが、小原の学者はグロハリ、ブゼホと覚えるんだよと教えてくれたわけなんですけどね。それぞれの頭文字を取って。はい、そいつらが久々に書かれましたと。はい、ここで百段ハックじゃない方のハックが出てくるのも面白いなと思うわけなんですけど、僕が言いたいのは、そこじゃありません。今日言いたいのは、活像なんですよ。これ、誰かと。おでんの飲み友達なわけなんですけども、まあ、生前有名なヤクザやったと。で、死んで骨だけになっていたわけなんですが、まあ、おでんが、この気の利いたね、まあ、おでん節の弔い方をしたわけなんですよ。で、原作の時にこのおでんのかっこよさとか、まあ、息を見せたシーンやったわけなんですけど、そこで、まあ、改めて今回紹介されてると。それが、カランと書かれてるんですよね。ここで、まあ、上機嫌に感謝を示したってことを書いてるんですよ。まあ、つまりこれは、おでん節のこの弔い方を活像が幽体、だから幽霊の姿で見ていて、カランと鳴らしたっていうことが書かれていると。
まあ、つまり、まあ、ワノ国、まあ、ブルックも、まあ、霊体になってバチバチに活躍しておりましたけど、読み読みの実がなくても、この霊体としてある程度動けるのがこのワノ国ってことが判明したんですよね。もしかしたら他の場所でもできるかもしれないけど。で、このワノ国、なんでそれが重要かっていうと、ゾロの死神なんですよね。こちらもなんか幽体のようなとんでもないやつが出てきてるわけなんですけど、まあ、ここはもしかしたら、やっぱ読みの国と非常に近い場所にあるんじゃないのかなと。で、この開国って世界に向けて目を向けること、プルトンが出てくることみたいなことに僕らは今注目してますけど、もしかしたら黄泉の国とも開国してしまうかもみたいなことをまあちょっと思ったんで、この活動の絡んは意外と重要なんじゃないのかなっていうことをこのエクストラキャラクターのとこでは思いましたね。いや、このエクストラキャラクターもね、やっぱね、めちゃめちゃ面白いんですよ。これ、このビブルカードはね、本当に設定の宝庫なんで、ワンピースを隅々まで楽しむぞっていう人はね、まあ、ぜひ買うといいと思います。はい、まあ、みんなでね、ビブルカード立ってね、まあ、ワンピースどん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 楽しんでいきましょう。それじゃあ、今日の動画が面白かった人は、ぜひ、高評価じゃなくて、ビブルカードを買いましょうね。はい、ビブルカード買いましょうね。はーい、まあ、というわけで今日もありがとうございました。またねー。バイバーイ。